ガジェットウェアをご覧の皆様、こんにちは。ディスカバー21の藤田と申します。今日は最新世界情勢地図というこの本についてお話ししたいと思います。この本はフランスの方お二人の共著です。そのフランスの元外務大臣を務めたユベール・ベドリーヌという方と、それから地政学の世界的な権威で有名な方ですね、パスカル・ボニファスという学者のお二人が書いたものです。で、なんといってもこの世界の情勢がですね、とてもこう綺麗な地図で一目で分かるというところがこの本のまず第一の特徴だと思うんですね。こういうふうに、例えばこれは、CO2 の、排出について状況を絵にしてるんですけども、こういうふうに大きさで、どこの国がどんなふうに CO2 を排出しているかというのはパッと分かったりするわけですね。また、この本は、なんといってもいろいろと見てくださった方から、一番こう、大きく、反響をいただいているのが、第4章という、第4章といってもですね、ほとんどこう半分近くを、占めているのですけれども、それは、世界の各国それぞれから見た世界という部分です。これはですね、例えばこんなふうに、米国から見た世界というふうになっていたり、例えばこれは日本から見た世界というふうになっているんですね。で、これが全部で22の国、それからあるいは5つの地域ですね、ヨーロッパから見た世界などというふうに、それが地図になっています。どうしてもこれまで地図というとその自分の国ですよね、自国が中心になっていたり、あるいは、ヨーロッパがで作られた地図ですとヨーロッパが中心になっていたりするんですけれども、この、本はですね、例えばスペインから見た世界という、ところですと、スペインがこう真ん中に来ていて、でいろいろな周りの国々ですねとのつながりがこう一目で分かるようになっていると。そんなふうに、とても、これまでの本にはなかった、大きな特徴があります。で、ぜひこの世界情勢に興味を持っていらっしゃる、ビジネスパーソンの方々はもちろんなんですけれども、高校生の方、それから大学生の方、社会科あるいは、国際関係などを勉強していらっしゃる方々に、広く読んでいただきたい、地図です。書店さんで手に取って見ていただければと思います。ありがとうございました。